はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら、すみこ暮らしすみこパークへようこそ。パークに遊びに行きましょう。今回は、このドキドキ探検エリアでね、ずっとお家にいたのでね、久しぶりに探検しに行こうかと思います。今回は自分探しの旅がしたいということで、ペンちゃんに行ってもらいます。あとはお任せでね、はい、ペンギンのね、気まぐれでメンバーが選ばれます。はい。とんかつお休みですね。では行きましょう。やっぱ食べ物にはね、ドキドキ探検エリアはきついということで、そういう判断をしたのでしょう。こちらのゲームはスミコインを一番集めた人がね、いいことがあるみたいな、そんな感じのゲームでございます。さ、サイコロ振る順番ということで、スゴロクゲームになっておりますよ。さあ、順番はランダムで決まりますけども、早い方がいいと思う。さあ、私4番目になりました。のんびり待ちましょう、自分の番を。さあ、まず猫ちゃんからです。サイコロ振っていきましょう。はい、では行きますよ。みんなついてきて。お、いきなりイベントマスだ、いいな。タピオカもぴょんぴょん跳ねております。ぷにぷにしてそうでいいですね。さあ、どんなイベントなんでしょうか、見ていきましょう。さあ、なんか来ております。電車の音、列車か、機関車だ。違いがわからんけど、多分これは機関車でしょう。お金を運んできました、タピオカ。うん、なんとこれを猫ちゃんもらっていいらしいです。1コインもらいました。なかなかね、けなげと言いますか。たくさんあるけど1枚だけでいいんだって。じゃあ次、トカゲね。さあ、トカゲはね、どんなマスを出してくださるのか。へい、4。さあ、何があるでしょうか。またイベントな気がしなくもない。あ、ミニゲームじゃん。2対2のミニゲームになりますね。はーい、チームでミニゲーム。これはね、チームに分かれてミニゲームやっていきます。私はね、ペンギンとトカゲペアになってますね。じゃあ、トカちゃんと一緒に頑張っていきましょう。勝つとセミコインがもらえますよ。さあ、頑張っていこう。プニッとタピオカキャッチ。タピオカキャッチしていきましょう。さあ、始まりました、タピオカ。なんか、なんとかたんこと噛んだ。さあさあさあ、アイスを食べたいからね、カミカミですよ。うん、後ろでね、トカツとエビフライのしっぽちゃんがぴょんぴょんしておりますけども、上からタピオカ降ってきますので、それをね、乗せていきましょう。このコーンの上にね、影が見えるのでね、なんとか頑張って乗せていきたい。ただ足がね、そんなに速くはないのでね、なかなか追いつかないですね。影見えてからじゃ正直間に合わないので、多少向きを変える程度で、あー、ほらね。見えてから動いてもしょうがないのでね、この辺でぐるぐる回っておきましょう。あれ、これ負けてる、どうだろう、ギリギリ。あー、影追いつきそうで追いつかないね。お、影が見えない。ちょ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 、どこだ、次。この辺、この辺結構降ってるな。ここよ、来ない、来ないね。降ってるくないって言ったら、そばから、あ、来た、一匹ゲット。猫ちゃんと私がいい勝負で、トカゲが結構頑張ってくれてる。白クマがね、苦戦してますね。あ、寒いから力出ないんだ、この中。あー、だからか。ちょっと掘りだったね。ほら、白クマちょっと今震えてたもん。なるほどね。寒かったね、白クマ。もっと厚着すればよかったね。お、トカゲ頑張ってくれた。ありがとう。有利でしたね。爬虫類ペアみたいな。恐竜って爬虫類かな、カッパって爬虫類かな、わかんない。で、勝ったら5コインもらえるんだね。はい、これでちょっとリードしました。さあ、次は白クマです。白クマは何のマスを出してくれるのか。目の前にはプラス2、その奥にはハテナ、さらにその奥は見えません。なんだなんだ。おっと、またミニゲーム。これはもう一回ね、ゲームでね、再挑戦したいという白クマのね、熱い意志を感じます。さあ、次はね、あったかい場所ならいいけどね、あっちこっち機関車やっていきましょう。これさ、モルカーのゲームでやったことあるよね。こういうゲームあるよね、多分。よし、行こう。モルカーでも出てたし。3、2。こちらのゲームはね、お星さんをゲットしていくっていうゲームです。途中ね、分岐点で曲がることができます。で、他の人にぶつかると方向転換しちゃいますよ。で、色がね、
黄色が2点赤が3点青が1点虹色が10点かななので色がねいい感じのやつを捕まえていきたいけどペンギンがねなかなか進めておりませんけども、いけるか。お、黄色きトレーに切れていってるけども、あーよし黄色よしそれだ。あ、早かったね。まだある。虹色出てこないね。よし、あ、黄色取られちった。はい、早めに、ね、方向転換しとくといいですよ。今んところ点数的にはまあ1位ではあるけど、あ、やばい、トカゲに虹色取られちゃう。あ、猫ちゃんになってる。え、あ、私に譲ってくれる。あ、やめろ。あ、10点取られた結果猫ちゃんが今、2連続取っちゃった猫ちゃん。あ、負けた。とりあえず2位になりたい猫ちゃんが10点のやつ2回取っちゃった。あらー、すげえ。というわけで猫ちゃんが1位になりました。私は2位で3枚です。で、白熊さんまたピリでした。あらー空回りしちゃったね、気合が。次頑張っ。さあ次私ですね。何出そうかな。マス目、せーの、てててててて、はい、5でかい、いけ、4 3 2。お、またミニゲーム多いね。ミニゲーム今回、はい、みんなでミニゲームやっていくよ。たこ焼きパーティーか、やっていきましょう。さあこちらのゲームはね、好きなたこ焼きを選んでいくゲームですね。みんなと違う鉄板を選んでいきましょう。スタート。左がいいかな。はい、あー、トカゲが総取りしちゃった。次はね、左にしよっかな。ほい、あー、半々ですね。これはまあまあいいでしょう。うーん、次はどっちにしよっかな。うわ、左取りてえな。左にしちゃおほい、あー、半々だね。仲良し仲良し。まだトカゲが一番だな。次最後かな。ラストっぽいな。うわ、左取りたいな。どうだ。わー、どうなんだろう。真ん中の方が良かったんかな。あ、これが最後か。これは真ん中にしてみよう。うわマジか猫ちゃんが1位。さすが、さすが食べ物。私2位かな。トカゲと一緒かな。猫ちゃんが追い上げて、あれ、白クマが調子悪いね。まだ0枚ですね。なかなかね取れてませんけど。さあ次は猫ちゃんで2。あ、マイナスじゃん。それマイナス3ですね。3マイナス3はね結構でかいよね。あ、音が聞こえる。あー、やめてお金を雑に取らないで。さあ次はトカゲですね。へい、5。あ、これそろそろあのマスじゃないかな。あ、来た。絶対止まれます。みんなでチャレンジ。さあみんなでチャレンジしていきましょう。スミッコインがねたくさん手に入るスペシャルルートに行くことができますよ。ミニゲームをクリアさえすればねこれはまあ簡単な方だからね、できるでしょう。さあ始めていきます。ウェルカムということで入っていきましょう。 GO。 トカゲとねペンちゃんがお揃いみたいな感じだよね今回。なんかトカゲと仲いいね。2人組になったりさ、同じ点数になったり。2、1、スタート。じゃあ私左行くよ。よし、みんなでね、これはチームワークだ。で、そっちお化けに見つかるとね、あんな感じでびっくりしちゃいますのでね。あと、ホコリちゃんもいるよ。はい、ろうそく1個つけた。全部つける必要があるよ。全部で4つあるからね。あと1個、白クマ、任せた。あと1個、その辺あるでしょ。あったあったあった。おー、みんなで協力した。いいね。で、時間制限あるからね、72秒。さあ次、また私左から行くか。あ、左ここ行けませんでした。あ、見合っちゃった。お、猫ちゃんが1個目つけてくれた。あ、私もつけれたよ。あと上じゃないかな。お、猫ちゃんも1個見つけてる。じゃあ右上行ってみる私。あー、ほこりちゃんがいるよ。やばい、時間が結構疲れる。あ、白熊、白熊見えとったでしょ。違う、白熊寒いの。確かにその服装は寒そう確かにその服装は寒そう。どうしたのそれ。
さあラスト46秒でクリアする必要があるぞ。いけいけ。おい、1個目つけた。で、あ、トカちゃんついてこなくていいよ。私こっち行くから。そう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 、そっち側行っとって。はい、2個目つけたよ。残り2個あるよ。あ、1個 あるね。トカちゃん任せた。で、多分右上じゃない？お、あったあったあった。はい、つけました。成功しましたね。思ったよりも時間かかったな。こんな時間かかるもんだったっけ。はーい、よちよち歩きがかわいい。これでコインがいっぱいもらえるルートに移動します。なので逆転のチャンスもありますね。まあマイナスでもあるけどね。コインがいっぱいもらえる方がちょっと嬉しいよね。さあスペシャルルート開放です。いきますよ。白熊さん頑張ってください。まあ差はね大してないからね。ほい、5、でかい。どうだ、4、3。しばらくミニゲームはいいかな。あ、なんもないマスだ、逆に珍しい。何かしらあるマスの方が多いんだけどね。白熊もしかして逆にゼロ前でゴールしようとしてる？それはそれで難しいよ。さあ私の番、いけペンちゃん。3、こっからスペシャルルートに入ります。さあ何枚のコインがもらえるのやら。お、6枚、めっちゃ多いじゃん。ミニゲームで買っても5枚だからね。ここの6枚はすごく多い。ゲット。わあ喜んどる。いいね。次猫ちゃん。猫ちゃんとトカゲも結構近いですね。ただ今のやつで私は結構離れましたね。さあ猫ちゃんは2、ちっちゃめ。いいね。なんだ、まあまあ。まあまあいいでしょう。逃げる、これ何回目だっけ。4回か5回目多いですね。はい、やっていこう。やってないやつがいいな、どうせなら。おお、シャカシャカカイロじゃん。さあこちらのゲームはカイロを振ってね、凍らないようにしましょうというゲームです。これまた白クマがね苦手そうなゲームになりましたね。白クマきついんじゃないの、大丈夫かな。あ、ペンギンも いるんだね、右側ソリに乗っておりますけど。よしよしよし、もう温めております。さあ振っております。あーと3人、雪がついてるけどなんとかこらえた。フル回路、フル回路、北海道頑張って。あ、雪が積もっております。温めろ温めろ、凍っちゃう。あ、凍った。猫ちゃん大丈夫、あとで溶かしてあげるね。あ、おお、3人凍った。じゃあ私だけか残り。私だけじゃん。よし、あ、よっしゃ、ガール。はい、こんな感じです。凍ったらね確定ビリみたいな感じになりますね。これでまた私がリードしちゃったね。なかなかこっからは逆転は難しそうですけども、どうでしょうか。一応ね逆転ミニゲームとか逆転する要素はあるんですけども、どうだろうね、取れるかな。トカちゃんに、うん、プラス7枚でっか。これがスペシャルルートか。めっちゃもらったね。はーい、おめでとう。問題は白クマですね。白クマがどうした。また今からこの辺寒そうよ、後ろ雪積もっとるし。4。あ、喜んでる、よかったね。よかったね、喜んでるね。なんだ、どんなマス代プラス8枚とか10枚とかそういうのあったっけ。あ、チャンスミニゲームちょうど言ってたじゃん。チャンスミニゲーム、チャンスミニゲームでは皆さんのスミコインを集めてミニゲームの順位によって配り直します。順位によってたくさんのスミコインを手に入るチャンスです。だって順位が悪いとスミコインが減ってしまいますよ。そして白熊さんゼロだからね、減ることもないんですよ。4枚ずつ取られました。すいません、4枚払ってない人がいます。パネルで記念撮影やっていきましょう。パネルの穴に顔近づけて記念撮影をしましょう。これはね真ん中の方がいいんですよ。真ん中、隅っこではなくて真ん中ね。かわいい駄菓子だ。じゃあ真ん中取りますよ。鈴鹿ステラかな、真ん中。あんま食べたことないな。トカゲとペンギンまた同じ格好しとるじゃん、前のパネル。よしよしよし、いけいけいけ、真ん中私がする。あ、眉間にシワが寄っとる。やめてやめて、真ん中私。
白熊どうした？え、ちょっと待って、え、何今のプヨーンって飛ばされたんだけど、私のお金は？トカゲに取られてる。逆転された？嘘だー、逆転されたよ逆転されないとか言っちゃったじゃん。逆転されるんかい、そんなバナナ。じゃあ行ってやろうじゃないか。にちっちゃ、やめてここでマイナスはやめて、ペンちゃん。セミコインマイナス。さあルーレットを止めてね、これで変わるんですよ。ゼロがあるからね。はいはい、ここ、あ、惜しい、ちょっと惜しい。ここでマイナス2枚もでかいな。あ、似合っとんね、アーム後ろのブラタッピーもいい感じでね、だらけとんね。さあ次猫ちゃんです。猫ちゃんはもうゴール見えてるよね。3以上出したらゴールっぽい。お、1位、ミニゲームじゃない？じゃあこのミニゲームで勝って追い越そう。何のミニゲームだろう。またカイロだったら勝てる自信があるさあ、これも得意、ドタバタゴーカート。では遊んでいきましょう。カートゲームです。3周する必要があります。ルールはそんくらいかな。あとはなんかブーストケージとかあるので、ダッシュとか使ったりしていきましょう。とドリフトもあるんかな。まあドリフトあんま使わんけどね。使ったことあったっけ、ふいーん。ドリフト使っ、あ、やべ、ぶつかってる、やべ、抜かれた。うまいな、ダッシュの使い方で。こうやって穴を開けることもできますよと。お、ドリフト今使ってみたけどどうだろう、使えたんかな。あ、ブーストケージ溜まった。いや、質問、今んところあんまりいつもよりかはさ縮まっとるな。いつも何周遅れとかできるんだけどね。あ、嘘、初めて落ちた。間に合った間に合った。白クマ強いね今回、追いつこうとしてる、やばい。でもここでブースト形状使って一気に、あれ、あ、こっちかボタン間違ってた。ほい、いて、いてなんかめっちゃ落ちてる音がする大丈夫？あ、石遅れできそう。待って待って、これ私の得意ゲーム、猫ちゃんを追い抜いていく。そして、あ、トカゲは追い抜けんかったか。ゴー、決まった、ゴール。あ、白熊も入ってきたね。順2位になりました。それと私は1位、これで順位が逆転します。ででん、あ、逆転してない。そっか、トカゲも順位入ったからコインもらえるんか。しまった、計算が、私の計算がずれてる。あ、4、ゴールですね。はい、ゴールと、ゴール、おめでとう、ありがとう。さてと、ミニゲームで1位になるとたくさんのスミコインがもらえるということで、今までのねコイン数よりもさらに多くもらえますよ。また同じかよ、しかも10枚じゃん。これ私得意って言ったじゃん、しかも今練習したばっかり。ではやっていきましょう。今ね操作説明読んだらね、ドリフトなんてなかったわドリフトできるもんって思ってたけどなかったわ、ドリフトマリオカートとごっちゃになってたわ。あとモルカーね最近モルカーもやってるからさ、結構似たゲームあるからね。お、白くんはやっぱ早いね、このゲーム。なんかキャラクターによってあるんかな、得意なゲームとか。よし、穴開けとこう。ういっ、ういっ、猫ちゃんが落ちる猫ちゃんは苦手なんかもしれないね。あ、みんな落ちた。よし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 、いい感じいい感じ。圧倒的1位目指していきましょう。さあぐるっと回ってカーブでいく。そしてブースト形状が溜まったので使っていく。まっすぐの時にねブースト形状使うとねいい感じになりますよ。あ、ん？砂山かと思ったけどあれ違うか。よし、溜まった、ゲゲイ。そのままそのまま残り1周。お、トカゲが見えます。猫ちゃんも見えます。白クマも見える気がします。見えました、みんな追い越しました、完璧ですね
完璧ですね今回。あ、当たっちゃった。ブーストケージ使ってーゴール。よっしゃ、得意ゲーム。あ、トカゲが4位になってた。さあ終わりですね。で最後ボーナス賞がありますね。頑張った人にね、賞金みたいな感じがありますね。あ、これ頑張りましょうは白熊かな。ミニゲームの成績だって。調子悪かったもんね初めの方。ででーん、白熊さん5枚かな。うんうん、5枚で白熊入ったらもう私の勝ちみたいな感じじゃない。ルイヤトカゲが全部の賞取ったらあれだったけどね。マイナスでしょう。あれマイナスになったの、あ、私ともう一人おったよね。誰。ででん、猫だ。あ、猫の方が引かれた。そっか、おめでとう。続いての賞はたくさん遊んだでしょう。一番ミニゲームのマスに止まった人誰だろう。猫か白熊な気がする。白熊じゃない、トカゲなんだ。あ、私以外みんなもらった。いいないいな。まあいいもん、私はねもっといいもんもらうもん。ほらほら、来てる来てる。あ、これなんか今スズメとフクロウって上見上げてた、気のせいか。さあおいで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 、こっちだよ。そうそうそう、こっちこっち。はい、せーの、パカーン見てください皆さん、このペンギンのお目目、キラキラしとるでしょう。わーわー、あ、キラキラのお目目なくなっちゃった。かわいい。結果はねこんな感じ。あ、結構危なかったね。やっぱトカゲがもう一個賞取ってたらわからんかったね。はい、それでは今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回別の動画でお会いしましょう。やっぱ猫ちゃん可愛いねこの格好それではならね、隅っこに行っちゃうんだよな猫ちゃんあそこが落ち着くんですか。そうですか。ペンちゃんも疲れ、浴衣寒そうだね